タツオは日本のダンサーであり、ストリートダンスチームグラスホッパーのリーダー。また、演劇やダンスを融合させた、総合エンターテインメントクルーブループリントや、ストリートダンスと生楽器のパフォーマンス集団、スナジードックスのメンバーとしても活動。世界大会で18回の優勝経験を持つ、日本を代表する世界的ストリートダンサー。舞台や世界大会のジャージ。 ワークショップなどを通じ、ダンスアートが生み出すポジティブな力の使い方を世界中の人と共有。また、様々な表現のスペシャリストを招き、ワークショップとトークセッションを通じて、自分らしく生きることの素晴らしさを、気づきを体感することで発見し、より早く夢に向かって進むヒントを世界中で共有する実験プログラム、虫かごの中からを開催している。 自然豊かな徳島県に生まれ、幼い頃から、阿波踊りと父親のジャズバーにて、レイ・ブラウン、クリス・コナー、アート・ブレイキー、ホレス・シルバー、ラムゼー・ルイス、アン・リチャーズ、ヘレン・メリル、マルゴル・ドロン、シダ・ウォルトン、レイ・ブライアント、ローランド・ハナ、ザ・ホー・フレッシュ・メン、ジョージ・ムラーツ、ケニー・バレル、ジェット・ベイカー、サディク・ハキム、渡辺・サダオ、マリーンなどのジャズを生で体感し、 国人文化に触れながら自由奔放に育つ。学生時代にプログラミングを独学で学び、工業機械や制御ロボットの制御プログラム、ゲームプログラムに没頭。高校時代にレスリングを経験し、減量による体や精神の変化、コントロールを学ぶ。17歳でストリートダンスに出会い、21歳で DJ はグラスホッパーを始める。その後ダンススタジオ経営。 放送局などメディアを巻き込んだエンターテイメントコンテスト開催、音楽イベントなどを主催。同時にダンスチームや個人としても活躍の場を広げてゆく。コンセプトによった作品作りを得意としながらも、様々な国で行われた世界大会にて18回優勝。ドイツで行われたファンキン・スタイルズ、チェコでのストリートダンスキャンプヨーロッパ、イタリア、ザ・ウィーク、フランス。 セルクルアンダーグラウンドで行われた世界大会にてアジア人初の優勝。ダンス、ライブファイナルでは2009年にハウスサイドのグランドチャンピオン。2014年世界最大のストリートダンスバトル、ジュスとドゥブにて世界中から選出されたジャッジ4人の中の一人として選ばれ、世界14カ国にて審査とソロショーを決勝のパリでは約2万人の観客の前で、 ソロショーを行う。チームコンテスト最大級の世界大会、ジャパンダンスデライトボリューム23にて、二人組のハウスチームとしては、初の優勝。2015から2016には、宮本アモンデッキンクルーオーケストラによる舞台、スーパールーザーズにも主演7人の一人として、参加。また、2014年から、毎年オランダ。 アムステルダムのストリートダンスの世界的、祭典サマーダンスフォーエバーにて、世界中の現代アーティストが一堂に集まり、舞台作品を発表するシアターフォーエバーにて、日本を代表するアーティストを引き作品を発表している。2019年には20代でありながら、世界で活躍するストリートダンサーを起用し、現代の若者が持つ葛藤や思想。 生き方をリアルに表現し、ありのままの自分で生きる美しさを表現した、舞台、共生競争事業ともに生きるともに作るマイナス、叫ぶの企画、演出、出演を行う。指導する立場としても、海外20カ国以上の国で、約150回以上のワークショップを行うなど、幅広く活動中である。現在は、北海道阿寒湖温泉に移住し、 アイヌシアターイコロで行われている、アイヌ民族の文化を伝える舞台、ロストカムイの出演、振付監修などを行っている。世界大会世界大会企画、演出、出演ブループリントスナジー、ドックスレッキンクルーオーケストラダンススペース、ウィングアザーズ。ありがとうございます。